疲れ様です。ドラコです。今日はラーメンショップ石川店さんの方に来てます、ね、朝っぱらから今回は動画を撮るって結構僕の中では珍しいパターンなんですけど、まあ、なんでかっていうとこのカメラの台数見て分かる通り今日はコラボの動画になっているんですけれども、はい、もうサムネを見て皆さんはお分かりですね。マックス鈴木さんがコラボの相手となっております。でどうも今回は対決するらしいんですけど、対決内容が割とガチバトルめな雰囲気がちょっと強くて話聞いてなくて、あらどうしましょうとなっているさなかなんですけれども、楽しく楽しくガチンコで勝負ができたらいいかなと思っておりますので。ドラゴン言い訳してんじゃねえよお前プロファイターだろすいません、調子を受けました。今日はそのマックスと戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ガチでいきます、よろしくお願いします。それではすぐ本編の方行ってみましょう。どうぞ。ルール説明します。はい。ラーメンが5キロ、コーラが500、はい、5.5 キロを対決してもらいます。はい。でルール説明なんですけど、早食いですね今回。はい。でホトリザー準備してあるんで、あ、今回は冷やすが何しようが、冷やすが何しようが、コーラ炭酸抜こうが何しようが、あ、麺にコーラをかけるのは全然何でもありです。ただドリンクはコーラのみで。なるほど。え、水ダメ？ダメです。炭酸、こっちのコップはコーラ入れるようです。それ、コーラ入れる時間がもったいないのか、炭酸抜きたいのかとかいろいろ考えながら、あ、移す時間がもったいないって考えるか、移したら冷めるけど、その時間ロスになっちゃう、移すと。確かに確かに。そういう駆け引きとかね、しながら。これじゃいらないよ5キロの500。そうです、パテパテです。チャーシュードン、メンマガン、サヨラドン。ただこれ冷ましても構わないんで、お互いのタイミングで始めていただければと思います。なるほど、はい、割り箸は割っていいですか？もちろん。作戦とか決まってる？僕はでもこのメンマの量が思ったよりも多いから、メンマを先に食べるのか、その具材として後半に食べた方がいいのかとかちょっと今迷ってる。具材、油引いてるから完全に中熱い、中熱いよね。冷めないやつだ、あの北海道味噌ラーメンみたいな感じ。うん、だから正直メンマとかどうしても嫌がおうにも咀嚼回数が必要になってくる食材だから、その間に麺を移しながら食べれたらいいかなってちょっと思ったりして。でこちらタイマーを押した瞬間スタートって言うんで、タイマーを進んでそこからスタートで。はい。ちなみにマックスの中で作戦は？作戦？食うだけだよ。うわ、ごっくんしてごちそうした。そうです。もぐもぐごっくんだ。はい。完食完飲ですよね。もちろん両方とも、まあ、コーラをどのタイミングで飲むとかも結構。うんうんうん。いつでも僕は OK です。ワイも大丈夫です。大丈夫ですか？はい。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。5秒前いただきます。はい。5、4、3、2、1、スタートです。
感謝感謝ナイスファイト。どうやってするんだ。だから僕はもうやっぱメンマが噛む方が効率いいと思ったから、噛んでるタイミングで移せるだけの麺の量を移そうと思って、冷まして、でも冷まして食べて移して食べて食べて移して食べて食べてっていう風にずっと僕は口をこう常に入れてる。もうずっと俺冷ましてる時口に入れてるの。ああ、こうこうやってこう冷ましてる感があったから、一気にやったら肉だけ食べてメンマ冷たいと思ったから。うんうん、あ、僕もそうそう、メンマ冷たいなと思ったから。そうです、そうそうそう、この攻略はだもんなベースは一緒だよね、考え方の。カンちゃんは15分くらいでしたから、我々は半分ぐらい縮めれてる。そうそうそう、そしたらみんなすごい楽しい。はい、というわけでエンディングでございます。あのマックスとやっと勝負ができて、もう戦ってみたいなって思ったのが、なんだろう、もう大食いを初めて出た時からだったから、もう5年とか6年越しにやっとマックスと差しで勝負ができて、でなんか何回かこれこういう感じでやるらしいです。マジかよ。で、俺のこと嫌いですか？あ、大好き大好き。でもなんか好きとか嫌いとかじゃなくてね、本当にもう僕の中でね、おこがましいかもしれないけど、まあ、戦友みたいな感じのイメージがすごく強くて、なんでまあ喋らずとも戦って語り合える仲だと思ってるので、今後ともこういう感じでやっていけたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは、じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったかくしてろよ、僕から。以上。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。